おはようございます。たかしです。本日は11月7日火曜日、ただいま9時38分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方で有料投稿を効率的にご利用ください。またノートでは複数のプランをご用意してますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。では最初にポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日の日足は上髭の陽線となっております。ここのところ上昇の勢いが強いのが分かりますよね。現在は直近の最高値の 186.7 付近を目指して上昇中ですが、昨日上昇してきてだいたい186円ぐらいまで上昇はしてきましたので、もう少し上昇しきれるのかどうかというところですね。ただ直近の最高値がかなり近いですので、今は高値圏での乱高下が起こりやすくなってきております。本日上昇したと思ったら明日下落してとか、そういう動きもしがちなところにはありますので、その辺の急激な上昇とか下落の動きには注意が必要です。現在ストキャスティックスは今高値圏に来てますよね。ですのでここから、前回ここですね、10月の12日ぐらいっていうのがストキャスティックスがデッドクロスしてきたポイント、そこからは比較的下落してますので、今回も GMMA の青帯もしくはこの白いラインですね、184円ぐらいというところまで下落する可能性はありますので、その辺は注意が必要ですが、昨日のローソク足を見ていると本日もう一度昨日の高値を目指しそう、もしくはそこを上抜けてきそう、そんな雰囲気も感じますので、基本的には買い足の上昇トレンドについていくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足は上昇の勢いが強いので、 GMMA の青帯ではなく赤帯の方に従って上昇しておりますね。赤帯でちょうどサポートされて上昇、そして現在は赤帯付近まで下落してきましたので、ここから再上昇できるのかどうかというところですね。基本的には今 GMMA の青帯との乖離がありますので、まずは GMMA の青帯ぐらいまでの調整下落を待ちたいところ。そうすると先ほど言ってました184円付近になってきますので、この辺まで下げてくれ次の4時間足単位の上昇を考えておきたいんですが、今は4時間足の上昇というよりも1時間足の GMMA に沿って綺麗に上昇トレンドを描いてますので、まずはそちらを崩してくるまでは1時間足の上昇トレンドに乗っていくのがいいと思います。現在4時間足ストキャスティックスは下落中で、まだ下落の初動ですので、もう少し下落しきる、つまり GMMA の青帯付近までストキャスティックスがだんだんと下げてくる可能性もありますが、まずは買い足の上昇トレンドに乗っていくのがいいと思いますので、次は1時間足を見ていきましょう。では1時間足です。1時間足では上昇トレンドなんですが、エリオット波動をイメージしておりました。このピンクのエリオット波動が昨日で完成したのかなというところですね。まだ完成したかどうかっていうのははっきりとは分かりませんので、もう一度上昇した時に昨日の高値を上抜けられなければ、これでエリオット波動が完成、5波が完成ですね。そしてそこからの修正波に現在入っている可能性というところを考えておきたいです。その場合、先ほど4時間足で言っていたライン、このラインですね、白いライン、ここが184円付近になりますので、まずはこの辺りまでの押しを見ておきたいんですが、現在は1時間足の GMMA に沿って上昇してきておりますので、今は GMMA 付近に来てますし、ここからは本日一旦の反発の上昇を見ておきたいです。その上昇が昨日の高値を超えられるかどうかです。超えられなければ、そこからは修正波に入っていきますので、今がすでに修正波に入っているのか、まだ5波が継続しているのかというところに注目です。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円日足は昨日は陽線になってます。ただその前の3日間っていうのは陰線連続3日で、昨日は反発の上昇をしてきました。今 GMMA の青帯付近にありますので、日足では上昇トレンドが継続で、昨日はその一旦の反発が入ったと考えられます。ストキャスティックス下落中ですし、マクディも弱いので、本日再び下落方向に動く可能性はあるんですが、現在はここ高値圏でのレンジになる可能性も考えておきたいです。この10月の動きですね、10月ほとんど動けませんでしたよね。上がったり下がったりっていうのを1日の中で繰り返しておりました。この後今 GMMA 付近ですので、同じような動きをしてくる可能性もありますので、もちろん日足は上昇トレンド中ですので、ここから上昇していく可能性もあるんですが、現在地付近でもう少し揉み合うような、そんなイメージもできますので、ここからしばらくレンジに入る10月みたいな動きですね。ここまで細かい動きになるかどうか分かりませんが、レンジに入っていくということも想定しておいた方がいいかもしれません。では4時間足です。
昨日の上昇っていうのは金曜日のこの下落に対する調整の上昇ですね。ただ今 GMMA の青帯を下抜けてますので、ここからは下落のイメージができます。ストキャスティクスも高値圏にありますので、ここから前回のこの下落ですね、火曜日から水曜日にかけての下落になるんですが、そのあたりですね、そこからの下落と同じような下落に入ってくるのか。ストキャスティクスはそろそろ似たような位置まで上昇してきてますので、ここからの下落になる可能性っていうのも考えておきたいんですが、今 GMMA の青帯の下に金曜日に下抜けてきたんですが、もし本日この青帯の上に乗せてくれば、そこからもう一度この赤い平行チャンネルの中に戻っていく可能性も考えられますので、まずは GMMA の青帯を上抜けてサポートされるかどうかっていうところを見ておきたいです。そして下落をイメージする場合は現在地付近からの下落ですね。ストキャスティクス高値圏、そして GMMA の青帯でレジスタンスされての下落、もうちょっと上昇した場合、この赤い平行チャンネルの下限が今度意識されてくると思いますので、本日上昇してくれば 150.5 付近が次意識されてくると思われます。ただしその場合は GMMA の青帯を上抜けてきますので、こんな感じの動きをしてくる可能性があります。現在地から GMMA の青帯を上抜けた場合は、まずは 150.5 付近、このオレンジの水平線付近が意識されてくると思いますが、次下落してきた時に GMMA の青帯でサポートされれば再び上昇していく、そういう動きをしてくる可能性もありますので、その辺は注意ですね。もし下落方向で考えておられる場合は、次 GMMA の青帯でサポートされるかどうかっていうところに注目です。では1時間足です。1時間足では下落トレンドを作っております。高値を切り下げ、安値を更新してきた下落トレンドなんですが、今昨日の上昇で GMMA の青帯を上抜けてきてますので、ここからは一旦上昇のイメージを持っておく方がいいですね。ただ上昇すると言いましても、こういう感じ、 GMMA がこの青帯のように下からサポートするような動きに変われば、そこにサポートされて上昇していく、こういう緑の矢印のイメージですね。そして上昇のターゲットが先ほど言ったここのオレンジのライン 150.5 付近まで、ここを上抜けてくるともう一段上昇していきます。その場合は4時間足の赤い平行チャンネルの中に戻ってきますので、そこからは上昇しやすくなると思いますが、まずは 150.5 を上抜けられないと、再び 150.5 付近から下落していくということも考えられますので、まずは本日は一旦の上昇を見ておく、そしてその上昇が 150.5 を明確に上抜けられるかどうかっていうところに今日は注目しておくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿とほぼ同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方に向けて、有料投稿の間口を広げました。基礎から FX を学びたい方や、現在よりトレードスキルを向上させたい方は、ぜひご検討ください。ノートでは複数の視聴プランをご用意してます。また、ノート限定の掲示板機能で、リアルタイムな相場のコメントなども投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切です。詳細は概要欄をご覧ください。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月初がお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。